はーい、皆さんこんにちは、のぺです。信長の野望大使やってみましょう。さあ、前回から島津の最終決戦がスタートしました。現在島津攻略は連戦連勝を重ねていまして、我々武田家が九州を分断しようというところでございます。さあ、それではやっていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、では私たちはもう2部隊ぐらい出していきましょうか。じゃあまずは、あー、勝頼様、じきじきに出てくださいますか。じゃあ67,600、じゃあ全部隊まで行きましょう。はい、お願いします。で、そうやな、まあ大体この辺行きましょうか。はい、内城、さあ切り込んでいくぞ。で、もう一部隊ぐらい出せないですか。あー、伊達政宗、まあ5万ぐらいいればいいか。よし、行きましょう。はい、53,500で、全部隊馬だな。はい、遅れるものはちょっと鉄砲足りないか。行くぞ。じゃあ伊達さんはですね、じゃあこっち行きましょう。村中城、遅れるものは。さあ、では行きますよ。行くぞ。はい、さあまずは、で、徳山城落としました。ナイス。さあ、中国を制覇しました。で、この方を投与して、で、2人は逃がす。片付けない。で、秀吉はそうですね、キーノヤか、キーノダニだね。キーノダニはね参るぞ。そやな。じゃあこっち、柳川、皆の者、はい、行きましょう。進め。で、佐渡原落としました。オーケー、いいぞ。で、この方を投与しまして、で、次は行くとしようか。帯城、佐渡大で、日の熊水攻め完了。で、向こうの降伏を待ちましょうと思ってるけども、援軍が来てるね。さあ、で、ここはじゃあ水攻め51日。さあ、で、橘山城到着。橘山はおい47日で、至るところで城主交渉できるな。さあ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 、で、はい、はい、帯城落としました。ナイス。いよいよ、じゃあ今度はしぶし行くか。さあ、しぶしも落とせるかな。攻撃中の日の熊城に、24,200到着。これは、戦場は済ま、空勝敗の行方は分かりません。分かりました、行きましょう。さあ、勝負してやるよ。はい、月熊の戦い、小早川隆景 VS 大友近家かな。で、兵数は互角か。確かにここ狭いね。行きましょう。さあ、我々の敵ではないわ。で、お互いの部隊を確認。あ、やっぱ私たちの方が圧倒的に強いね。さあ、では行きましょう。はい、海戦月熊の戦い、皆さん行きましょう。今回私はのろし金金金の奈落で、向こうがのろし1個あるか。まあ、とりあえず向こうの動きを待ちましょうか。敵の居所、あと4000もいるのか。やばいやばい、始めよう。ご命令よ。鉄砲お覚悟願います。で、ガモン撃ちたと。覚悟は良いか。はい、放棄は今ぞ。撃っちゃって撃っちゃって。いざ進まん。で、110の部隊がいる。こいつの音、はい、もう出番か。さあ、で、これで動く前、さあ、川の中で、さあ、動けない。うん、いいよいいよ。で、こう始めよう。上がってくるな。で、115に何ができる。さあ、さあ、さあ、どんどん潰せ。で、こっちきついな。はい、で、前だけちょっときつい。じゃあ、キッカーさんこっち行ってあげて。はい、おお、投げ放て。よー、攻撃がハマってる、ハマってる。だー、奈落だ。そうね。で、一舞台壊滅。まさか破れるとは。で、ここはそうっすね、ここはじゃあ、三の矢、はい、こちらが一枚上手のようです。まあ、で、じゃあ鉄砲、始めましょう。銀鳥ちゃんがいるんだ。今のところ知れました。で、こっちも覚悟せよ。大将138人か。まさかに破れるとは。じゃあ、前、じゃあ最上義明、始めるぞ。のろしを壊してきて、投げ払え。で、いいよ。あー、キッカーさんにも勝てるか。はい、もうで、こっち打って、始めるぞ。さあ、まずいまずいまずい。前、ちょっと一旦、小早川、始めましょう。はい、じゃあ離れて、始めるぞ。
でやりたい前へ今ゲチを。さあできれば削りたいとこっすけどね。で音声が一部乱れました、ごめんなさい。覚悟は良いか。さあで聞こえるかな。はい、覚悟せよ。油断したか。はい、じゃあ格の違い、勝ち時の声見せてやるよ。これで向こうの声をめっちゃ下げる。さあ始めようか。で、ああ前田刑事危ない。前田刑事はそこで撃ってるの。前へ、はい、横っち鉄砲、鉄砲もう出番だねえ。で囲いたいな。今ぞ。ちょっときついか。もう大将食べ、もう食べちゃう。大将食べちゃって。よっ、突き寄り。まずい。逃げて。逃げろ逃げろ逃げろ。あー前田刑事ごめん。やりたい。前へ。勝ち時。はい。で、レインを下げて緊張帯を壊滅させたい。覚悟せよ。カブバイブバイ。やりたい。もうすぐ戦意下がるぞ。あー下がらない、マジか。やるね。やりたい前へ。これが緊張スピード切り込め。で痛いやる。はいはい、もうすぐ倒したね。格の違い前だけーす、ごめん。やりたい前へ。よし、まあ、とりあえずでこれで、さあ島津家の兵をどんだけ削れたかっすよね。負ける気はありません。さあで、はい、じゃあ2人逃がして、今年いやまだ14000控えてんのか、すげえな。で鍋城水攻めだけど、向こうから部隊来てんな。強行9日、はえ。さあ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 行っちゃってください。で島津家のアート、はい、剣道さんが、はい、教師抜けです。さあでこの方を通して、で剣道さんが説得に応じるか。あ、キーの野城だ。じゃあとりあえず、じゃあこの人にちょっと話つけておこうか。はい、じゃあはい、で、はい、で、はい、で、じゃあお金渡して、おーし。じゃあキーの野攻めるか。はい、手を打ちましょう。進むのです。9200人詰めてんのかい。じゃあ詰めてるというか、その戦場条件が狭いところね。はい、滅びるがよ。今度はこっち、あ、こっちか。はい、肝付き出陣する。で大雪で対策はちゃんとやってます。あー、だいぶ痛手は抑えられたと。うん、抑えられてるね。ナイス、いいですよ。さあで子供がどんどん生まれてきて、報告いたします。表情かな。はい、表情でございます。行きましょう。じゃあ、まあ、軍事と商業でいきましょうか。でピッカーン伊達政宗、じゃあ東道高虎からの元近、これにて表情を終え。いやメンツが濃いね。んー、じゃあそうやな、まあここはじゃあアンドーマス、はい、まあこんなもんでいいかな。じゃあ配布金法も取っておこう。よし、いいでしょう。で陶器に使いたいという浪人が名乗りを上げております。はい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 、うーん、なるほど。はい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 、うーん、なるほど。あー、森近が元服、なるほどね、そういう時期なんだ。かたじけない。さあそれではもう一部隊出していきましょうか。片倉小十郎53000でこれを全部騎馬隊にして、さあ向かわせましょう。さあ島津家に切り込んでくれ。じゃあこの辺行きましょうか。はい、出陣する。さあかなりね、騎馬隊縛りも終盤になってくれば余裕ですね。行きましょう。で紀伊の矢到着。紀伊の矢は方位29日か。で、向こうの兵引いてったね。で、柳川到着。柳川は、方位78日。で、城主投降はどんな感じでしょうか。立花山はどう？いけるね。よし、行ってみましょう。さあ、では、じゃあ、ケンニョさん、行っちゃってください。私は武田家の本願寺ケンニョだ。私が城主の鍋島重里です。じゃあ、城主投降、下れ！オーケー！よしよしよし。オーケー。この程度でした。で、
じゃあ今度は岩屋落とすか。皆さん続いてください。伊達政宗はどこへ行こうとしてる。行くぞ。ってね、ちょっと角度がきつい。はい、遅れるものは切る。制服事情ね。でこっち側も交渉できたような。あ、できるか、行ってみましょうか。はい、で10日かかると。はい、でじゃあ行ってみましょう。はい、で肝付城到着。肝付は方位30かで交渉もしておきましょう。さあ調略で島津を倒すぞ。でここは強行21日でモグラ攻めもはいしておきまして、行くぞ。さあ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 どうする。ほい、行くぜ。で朝廷より使いの者が来ております。はいはいはい。右大臣か、じゃ内大臣だ。右大臣じゃないね、内大臣。はい、じゃあ買います。で気がつけば金銭もかなり少なくなってきたね。あとで米を売っておきましょう。で、刺し木城水攻め。で、鍋城落とした。ナイス。いやー、でも8000人しかいないか。で、長寿院森安さんを、じゃあ、騎乗、あと、逃がして。まあ、まだいけるやろ。なんやかんや。出陣するぞ。で、人吉城到着。人吉城は方位35日で交渉もできると。はい、行くぞ。で、こちらは、征服寺。強行16日。はい。なんだった、岩屋城落ちた。ナイス。さあ、で、さっきのピッカリンは何だった。で、交渉。お願いします。井伊直政。井伊直政です。ゆふさんかな。はい。宗茂の部下だよね。じゃあ、城主投降。はい。オッケーよかったー。俺らの勝ちよ。さあ、そして、こっちか。手を打ちましょう。じゃあ、こっち。皆さん、続いてください。刺し木城。はいはいはい。手を打とう。じゃあ、こっち行くか。カジキ城。皆の者。さあ、どうする。我に続け。交渉だ。ここはどこだ。どうも、石田和正です。どうも。ちょっと字が読めないから。城主投降、行け。オッケー。49% 決めた。ナイス。この城。あ、肝付きか。いただくとし。じゃあこっち行くか。はい。ああ、で向こう騎乗した。よし。で国見城到着。強行29日。さあ島津が崩れ始めてきた。行くぞ。で交渉。次どこ。あとここは。城主投降。はい。あらー。全面解放。だよねー。人吉城がダメだったか。この城。で、こちら、秋月城。ちょっと、硬い態度でいっちゃったかな。じゃあ、行きます。こっちね。さあ、どんどん攻めよう。肥前鹿島城。出陣します。はい。で、鍋島直茂が、説得に応じる。まさか。この人結構強い。刀、あーらららあ、キーの大城か。あ、行きましょうよ。さあ、お願いします。直重殿お待たせしました。あは、分かりづらい場所ですからな。いいね。あれあいう。なるほど。ああ、はいはい。で、お家再興にしましょうか。はい。で、これで。はい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 。で、木の屋城だよな。で、言うてもあと6日だもんな。まあ、ここだけ征服させるか。はい。で、制服事情。はい、落とした。ナイス。父ほどにもない。はいはい。で、逃がして。かたじけない。で、じゃあ行くぞ。伊達政宗はこっちか、平戸出陣する。で、この者。さあ、しますよ。出陣しましょう。さあ、もう終わりだ。行きます。おとなしくするんだ。はい、出陣します。さあ、行くぞ。さあ、しますよ。おとなしく下るんだったら命だけは助けてやる。で、カジキ城到着。カジキは強行22日、はえ。で、キーの落とした。程度でしたか。で、あー、豊久が下るんだ、なんで。豊久うちに来るんだ。島津を置いて、まあいいや。よし、よくわかってるじゃないか。行きます。じゃあ、今度は、
じゃあ小早川隆景をこっち側回しましょうか。進むのです、はい、さあ北と南に分断してますね。で肥前鹿児島城到着。国境湖16か、すげえ。さあマジで落ちるぞ。でこうしたナイス、ナイスナイスナイス。この程度でしたか。じゃあ伊達政宗ややっぱ伊万里城出陣する。で行きます。じゃあ剣女さんに平戸城任せるか。はい、出陣しましょう。で鍋島直杉はどこ。高城城か。柳川にいるよね今。柳川はあとどんぐらいで落ちる。41日か。ちなみに城主は、あー島津義久だ、ダメだ。で伊万里城到着。伊万里城は強行25日。でカジキ城下、ナイス。さあ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 、じゃあ手を打とう。じゃあ平沢行くか。出陣するぞ。さあで7800、人吉城に行ってるから気をつけて。立ち戦だ。で、はい、日の江城落とした。で今度はじゃあこっち行くか。はい、で高城城進みます。はい、はい、よ。で内城も落とした、ナイス。もらい受け、すげえぜ。さあ逃がすなよ。片付けない。一子一人逃がしてはならんからな。我に続け。でこっち7800、昼間か。で密約中の2人から、文が届いたと。了解です。でここか。ここの戦いな。四季なさとわやの勝ちはできません。まあじゃあ四季は取らないでおきましょう。負けるわけにはいかない。さあ引き続き人吉城を攻めるんだ。あとほい3日か。はい、かかれ。で城が、打て出てきたよ。はい、死力を尽くしたかい。さあ一人残らず一人残らずね、まあ、どうするかは分からないけど、そこはマサイキに任せるよ。で国見城落とした、ナイス。ごとき。で次は次は、はい、この方を投与して。さあ逃がすぞ。片付けない。中満重方だ。じゃあ、はい、じゃあ赤荻ね。で他はあとはじゃあこっちがもう一部隊行かせるか。光力清永出てきた。じゃあ全部隊騎馬鉄砲で行くか。はい、出陣する。行くぜ。この城うわもう島津落ちるぜマジで。じゃあこっち参ります。あともう2、3ヶ月で多分ね島津滅びるわ。で平沢到着。平沢水で強行35日。はい、さあそしてここは知覧城。知覧城は強行24日。この城で格闘城も落ちた、ナイス。格闘城落ちましたね。じゃあまあさすがに正幸はまあ騎乗させるか。お疲れ様でした、めっちゃ頑張ってくれたね、私は見てたよ。はい、大村城到着。大村城は標高50日。でここは泉城。もうめちゃめちゃ忙しい。はい、標高40日。さあ抵抗するものは容赦なく切れ。で赤荻到着。赤荻は標高40日。ここは平戸だ。平戸が落ちた。もうすぐで北側を落とせるな。行きます。で村中城、あー誰も行ってない。出陣しましょう。行ってあげて。あー片倉小次郎がお休みしてる。こら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 、誰が休んでいいと言った。はい、出陣する。行きます。じゃあ剣女さんをこっち側向かせるか。じゃあ、はい、ここはなんてところ。伊沢九条か、そのまんまかい。さあ島津家と戦い始めてから早5ヶ月か。5ヶ月で九州ほとんど取っちゃってるね。いやー武田家恐るべし。で都の城落とした。行ったら落ちた。で逃がして。片付けない。さあじゃあ垂水参るぞ。はいはいはい、出陣する、はい、するで村中城到着。村中は標高30日。はい、さあ本当にあと2、3ヶ月で落ちるよ。で知覧城来た、ナイス。知覧城が落ちて。でじゃあはい、じゃあ勝頼が伊沢城へ向かえ。で伊万里城落とした、ナイス。いいぞ。じゃあ伊達政宗騎乗され。いやすげえな。で伊沢到着。伊沢は今日ほい43日。はい、
で、垂れ水城到着。垂れ水は強行27日。はい。で、鍋島直茂どこ行った？あれいないいなかった。あれ？そうか、あん時ね、お家再興させなかったから。うちはもらったぞ。ふぅー、あー、ミゲル、ミゲル捕まってるわ。片付けない。で、平沢落としたんで、じゃあ、ヨシシゲも騎乗お疲れ様でした。はい。で、柳川落としたナイス。わしがいただくぞ。いやー、すげえ。で、この二人を投与。で、みんな逃がす。片付けない。で、秀吉騎乗お疲れ。さあ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 。で、まあ、ケニオさんも騎乗させるか。うん、お疲れ様でした。はい。で、一騎乗さあ、オッケー。すげえ。で、はい、三人投与して、で、他は逃がす。で、高影も騎乗、お疲れ。さあ、日の本統一近し。で、村中も落としたしね。すごい。恐ろしい。こいつらやべえぞ。で、山田有信、投与して、で、みんな逃がしてあげる。あ、マンションも捕まってる。マンション。で、じゃあ小十郎騎乗。さあ、では今月で島津を落としてみせましょう。いくぞ。で、赤荻城落としたナイス。さあ、で、これで島津の拠点あと3つか。これで3つか。で、友信は騎乗、お疲れ。で、伊作城はそろそろ交渉できないですか。あ、いけるね。じゃあお願いします。さあ、勝頼、勝頼にやらせたいな。大丈夫行きましょう。じゃあ全面解放だ。はい、オーケー、ナイスしっかり決めてくれた。さすが征夷大将軍でございます。お疲れ様でした。はい、起動。さあ、では待ちましょう。で、垂れ水も落としたナイス。いただくとしよう。で、はい、投与して。さあ、残る拠点はどこでしたっけ。大村城だ。もうすぐだね。いやー、すぐだった。大村城落ちました。ということで、はい、1590年4月、島津家は武田家によって滅ぼされました。パチパチ。ということで、はい、で、捕獲したのは、うわ、すごいな。よし、まあ義弘とか家久とこうなかなかね、しっかり戦わなかったんであれだったけど、いやー、義弘はやばいもんなはい、じゃあみんな投与してあげるよ。うん、処断しないで置いてあげる。さあ、ということで、金津郷お疲れ様でした。さあ、これによって、はい、全日本制覇でございます。パチパチやりました。いや、長かったな今回のね、勝頼編はね、ほんとに長かったな。いや、だけどね、ここまで来れた。さあ、そしてそして、当家に従属している筒井家ですが、家臣として取り込んではいかがか。いいですね。で、はいはいはい。で、あー、島佐公さん、今更だけどねはい、じゃあ投与しましょう。で、当家に従属している清須織田家ですが、家臣として取り込んではいかが。いいですね。ということではいはいはい、信勝もうちに来ましたと。ということは、はい、あなたに敵対する勢力はなくなりました。武田家のもと天下は統一されたのです。パチパチさあ、結果的に完全統一となりました。パチパチ、やったー。室町幕府の誠意が衰え、天下が大いに乱れた応仁の乱以降、100年続いた戦いの世は春秋戦国時代になぞらえて戦国時代と呼ばれた。その戦いの世を武をもって制する者がここに現れた。殿、ついにやりましたな。最上義明なんだ。うむ、武をもって乱世を制す。戦を鎮めるのはやはり戦でございましたな。それが正しきことかは分かりませんが、乱世に聖者などありえず、ただ今ここに戦なき世を迎えた、それのみが我らが知り得ることよ。さようにございますな。浅はかな物言いにございました。よい、ゆる川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず、戦を虚しきものと思うこともあろう。されど、我らは導くのもまた戦であった。ただそれだけのことよ。長き戦いの果てに乱世は終わり、天下成立の時が訪れようとしていた。矛を止めると書いて武と読む。戦国を終結に導いたその力こそが真の武と呼べるのかもしれない。いやー、やりました、おめでとう。見事お父さん越えを達成しました。かというよりパチパチ。で、中国地方統一、いや
やいや、今更やって。全国統一しましたってば。あんだけ言った後にこれ。読みましょうか。武田勝頼が中部地方を統一した。家臣たちと天守へ上がった勝頼は、眼前に広がる両国を見渡す。勝頼様、東海から東北までを手中に収められるとは、実にめでたことにございます。全国統一したんだよ。全国を手中に収めたんだよ。日の本広しとはいえ、党に歯向かえる者はそうおりますまい。天下まであと少しですな。喜び浮かれ、陽気に語る義明に、目を細めた勝頼は気のない返事を返した。これからが正念場よ。我が国を出し、果たすその時まで決して歩みを止めてはならぬ。皆がこれまでの労を称え合う中、これから相見えるであろう自粛的に、勝頼は思いを馳せるのであった。誰のことやねん。さあ、ということで、はい、完全統一です。パチパチ。いやー、武田家プレイは長かったな。15年ぐらいやってたか。まあ、いろんなトラブルありましたからね。いやー、勝頼はね、トラブル続きやった。まず、なんだっけ、そう、まあ、今回の武田勝頼プレイは、騎馬隊のみで部隊をね、構成するって言ってたんですけど、それにね、足軽っていうか、その、歩兵隊が紛れてたっていうね。いやー、あれはほんとね、恥ずかしかったなー。で、ね、その次の、ね、話の時に、お詫びのね、動画を出したんですよね。ほんと、ごめんなさいって。で、次からは気をつけますんで、よろしくお願いしますって言った、その話のところでね、また歩兵が紛れるっていう、ね、あれほんとね、恥ずかしかったんだから。もうね、自分が嫌いだったほんとに、あの時は。いや、あの時のね、もう、鬱はね、半端なかった。で、その後かな、その前後だよね、その北条家との同盟をし忘れて、で、結果、北条と戦うことになってたんだけど、まあ、タイミングが悪くてね、もういろんな勢力に挟まれながら北条と戦ってたから、まあだいぶ長引いちゃったんだよね。で、まあ騎馬隊縛りだから、まあ騎馬もそんないなくて、いやーでもね、いやーほんとなんか、ほんとね、大変でしたよ。で、まあとりあえず毛利、で、大友、で、長宗我部行ってからの島津なんだよね。やっぱね、そう、毎シーズンやって思うけどさ、北条と戦った後ってさ、他の攻略ね、めっちゃね、スイスイ行くんですよ。いやー、ほんとよかった。お疲れ様でしたー。さあ、今回で武田勝頼プレイは最終回となります。皆様ありがとうございました。次回も頑張っていきます。はい、それでは今回はここで。ご視聴ありがとうございました。次回の武将プレイをお楽しみ。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルベンでした。さよなら。ありがとうございました。また次の武将プレイ頑張りまーす。